エルネスト・エベールはフランスの画家であるグルノーブルの交渉人の息子に生まれた。1835年に法律を学ぶためにパリに出たが同時に彫刻家のダビッド・ダンジェや歴史画家のポール・ドラーロー氏から美術も学んだ。ほぼ独学の画家であったが22歳になった時サロンド・パリに作品を出展し評価えた。1839年に 宗教的なテーマの作品でローマ賞を受賞し、ローマの在ローマフランスアカデミーへの留学資格を得た。1840年から1844年までローマに滞在した。ローマ滞在中はドミニク・アングルやジャン・ビクトール・シネッツに学んだ。フランス帰国後は肖像画を描き、高い評価を得た。 1867年から1873年の間と1885年から1891年の間、ザイローマフランスアカデミーの校長を務め、1882年から1885年の間はパリのエコールデボザールの教授を務めた。後年はグルノーブルの郊外のラトロン州に住んだ。エーベルが亡くなった後、1934年に、 エーベルの屋敷はエーベル美術館としてエーベルの作品を展示している。1978年にはパリにもエーベル美術館が設立された。ありがとうございます。